今回は人にも自分にも振り回されない、動じない心の作り方という本をご紹介します。本書は動じない心を持つ人の特徴や、そうした心を手に入れるための方法について解説した書籍です。著者の増野俊明氏は、禅の教えをもとにしつつ、実践的な視点から読者の方々の悩みにも答えています。まずこの本の大きな特徴として挙げられるのが、 Q&A 形式を採用している点です。働き盛りの方々が日々抱えがちな問題に焦点を当て、具体的な事例をもとに答えを示しているのは、読者にとって非常にわかりやすいと思います。禅の教えは必ずしも明確な答えを示すものではありませんが、著者はそうした教えの核心を咀嚼し、現代的な文脈で解釈することで実践的なヒントを提供しているのが特徴的です。そして本書の根幹をなすのが、動じない心を持つことの重要性です。ストレスフルな状況にも動じることなく落ち着いて対応できる人の特徴について詳しく説明されています。著者によれば、そうした動じない心を持つためには物事をシンプルに考えることが不可欠だそうです。つまり複雑に考えすぎることで心が乱され、動じてしまうのを防ぐために、今目の前にある仕事に集中することが重要だと言えます。例えば仕事がうまくいかないことで落ち込んでしまう人がいますが、それは周りの評価や自分の能力への不安などを考えすぎているためだと指摘されています。一方、動じない心を持つ人は、そうした余計な思考をせず、ただ今やるべきことに集中しているのだそうです。つまり自分自身が主体的に仕事に取り組むことが、動じない心を手に入れる鍵となるのだと言えるでしょう。この点について、著者は自身の経験を引き合いに出しながら説明しています。宗教家でもある著者は、僧侶としての務めと自身の趣味であるデザイン制作の両立に苦労したこともあるそうですが、自分がやりたいこととやらなければならないことを区別することなく全力で取り組むことで、常に落ち着いた対応ができるようになったと述べています。そしてそうした姿勢の根底にあるのが、まさに自分自身が主体となって生きるという禅の考え方です。他人の評価に惑わされず、自分の人生を自分で主導していくことが大切だと強調されています。これは上司の評価や同僚との比較に悩む働く人にとって非常に示唆的なメッセージだと言えるでしょう。つまりこの本の核心は、物事をシンプルに捉え直し、自分自身が主体的に行動することで心の動揺を抑えられるようになるということです。確かに自分の思考や行動を客観的に見つめ直すのは容易ではありません。しかし著者が示す具体的な事例やアドバイスは、そうした自己変革のヒントになるはずです。最後に付け加えると、この本の魅力の一つは、禅の教えを上手に現代語に翻訳し、幅広い読者層に訴求力のある内容にしている点にあります。禅思想の本質を損なうことなく、ビジネスパーソンなどの生活者目線で解説することで、より実践的な指針を示しているのが特徴です。したがって日々のストレスに悩む方や、自分らしさを忘れがちな働く人にとって、この書籍は非常に有益な一冊だと言えるでしょう。動じない心を手に入れるための具体的な方法が示されているだけでなく、生き方の根源に迫る深い洞察も得られるはずです。ぜひ一度手に取り、自分なりの学びを見出していただければと思います。